안녕하세요, 가을입니다. 하이! 짜잔! 오늘 먹방은 초간단한 한국 음식 김치볶음밥이랑 지금 시기에 딱 맞는 과일 배 한 개 그리고 김치랑 홍조입니다. 자, 근데 이거 볶음밥인데요, 김치볶음밥인데 조금 보이지만 안에 치즈를 좀 넣어봤어요. 맛있을 것 같은데, 김치 치즈. 일본에서 파는 재료만을 만들 수 있으니까 여러분도 이 영상 보고 먹어봤으면 좋겠어요. 그러면! 하이! 자, 오늘 메뉴 김치볶음밥, 김치 차항을 作っていきたいと思います. 치즈, 김치, 타마고, 나가네기, 베이컨, 함です. まあベーコンハムとかは別にソーセージに変えたりとか 厚めのベーコンにしたりとか、あとはね、自分の好みで入れてみてください。何でも OK です。お肉系は。じゃあ作っていきたいと思います。じゃあまずこちらの材料を切ります。はい、こんな感じで。っていうかさ、絶対厚切りのベーコン買ってくるべきだったよね。ハムとベーコンだって一緒だもん。まあいいや。はい、次。 はい、次はですね、今回のキムチポックンパップの醍醐味というか主役というかヒロインというかキムチを、はい、切っていきたいと思います。で、このキムチを食べやすく、そして混ぜやすくするためにちょっと細かく切っていかなきゃいけないんですけど、皆多分ね、このキムチをね、まな板にぶちまけて包丁でみじん切りみたいにすると思うんだけど、そうするとね、包丁じゃないや、まな板が本当にね、殺人現場みたいに悲惨なことになっちゃうわけ。特に白いまな板だと赤いの全然取れないから。 なので、今日はみんなにね、ここでクリティップ。まな板が赤くならないように、キムチを切るコツ。使うのはこちら、じゃん！ハサミ。はい、これで、こうやって切る。ご飯が炊けました。はい、こんな感じでね、まあ、いい感じに切れましたので。 だってこれであれば洗い物全然少ないよ。じゃあ切るものはこれで終わりです。次。はい、じゃあ先に最後に上に乗せる卵焼きを、違う、目玉焼きを作っていきたいと思います。いつも卵の形が変。まあこんな感じで全部固まらないように焼いて終わりです。 はい、じゃあ、いよいよ、チャーハンを作っていきたいと思います。ねえ、フライパンをね、新しく買いました。見て。ダイヤモンドコーティング、アイリス・オーヤマ。これ、本当にいいんだ。で、何がいいかって今日ちょっと自慢させて。じゃん！これがついてんので、見て。やばくない？わあ、ここ最近一番のいい買い物だわ。 これはアマゾンで買いました。私アマゾンプライマーなんで。まあいいんだけど、じゃあ作っていきたいと思います。まあ適当に、これ薄いから、まあ適当に炒めたらネギ入れます。はい、炒める。で、 ネギのいい感じの匂いが上がってきたら、ここで、はい、キムチ。なんかお家によって違うけど、ここでなんか醤油とか砂糖とかで味付けするお家もあるみたいです。家庭料理なんでね、家によって違うからあれだけど、 なんかね、あんまり長く炒めすぎると美味しくなくなっちゃうらしいので。じゃあそろそろご飯入れていきます。うわっ、やっべー、やっちまったな。ここでクレソース、オイスターソース投入です。ちょっとだけ。そしてもう一発ごま油投入です。 こんな感じでいいかな。じゃあ器に移していきたいと思います。完全にひらめいた。中間でチーズを入れる。これ完全に天才的ひらめきでしょ。
そして上にもかける。そしたら最後に先ほどの黄身が割れそうっていうことで、はい、完成です。多分暑さでね、チーズは溶けるはず。こうした方が良さそう。はい、完成です。되게간단하죠근데요내가하나빠졌어요너무너무지영은하나가빠졌는데김없으면안되지한국아줌마스타일손으로부시기뭔가좀예쁘게먹겠다근데이거김도같이볶아버리는사람도있고이렇게위에서부리는사람도있고나는위에서부리기그러면뭔가완성같지가않은완성이지만이거완성이에요그러면먹어보도록하겠습니다이거치즈눌러놔야되는데일단치즈어디갔지먹을게요아직없을수가없는메뉴긴한데난처음만들어봤어요치즈맛은나치즈맛은나는데치즈가안보이네요진짜치즈가없어아까내가많이넣었잖아요가운데도많이넣었고위에서도많이뿌렸는데뭐도대체어디갔는지모르겠어요이만최고수기다이만초최고수기단다けど지금최고였는데진짜우와대박이다짱맛있었어이거김치볶음밥위에김치올려서같이먹으면우와짱인데아니당연히김치볶음밥이니까볶음밥안에도김치가들어가있긴한데전혀다른맛이잖아요김치가그리고볶음밥은역시신김치로만들어야돼짠김이거대박일걸진짜개그러면과일배를먹어보도록하겠습니다짠그러면오늘은과일먹방은 ASMR 처럼해보도록하겠습니다잘먹을게요
ということでね。出ない。はい。야그러면아오늘김치볶음밥이었는데요나처음만드는거찌면되게잘한것같은데아억울하니까다시한번나중에해야겠다나중에할게요제대로된치즈김치볶음밥김치볶음밥은간단하니까진짜여러분도많이만들어서먹고왔으면좋겠어요그러면여러분오늘영상재밌었다면좋아요와구독꼭부탁합니다그리고댓글도하나하나보고있고내힘드니까여러분댓글도많이많이부탁해요그러면오늘여기까지머리